広島で5秒前、4、3、2、大谷石井のデララバゴールデン進出決定。いつも以上に近い。ありがとうございます。ゴールデンでございます。いや、いよいよ、はい、待ちに待ったこれ、ね、待った今までどの時間帯でやってたんですか？あのバラバラです。バラバラ、バラバラ、もうなんかたまにやる、たまにやる、このコンビの番組だ。思い出したように思い出したように。ただ今年5月に放送した店に130時間密着スペシャル、これが大変好評だったので、本当にゴールデンレギュラー決定ということで、ありがたいです。ありがたいです。それで今日も店でやろうと。いや違う違う違う、あの、そう、毎週店でやるすぐ分かる。好評だったら違うんですよ。あの、とりあえずお礼に来ます。あ、お礼にっていうのと、お礼前に、お礼前にとか、お礼にポスター貼らせてもらおうと。え、番宣の貼ってくれんすか？新番組のポスター貼って、はい、本当に。とにかくね、大谷石井のデララバということで、うん、来週水曜日夜7時から初回2時間スペシャルで、そっからできるわけです。今日はまだ何やって、今何撮ってるの？全然外してない。今やるのは、うん、その好評だった店をもう一度ご覧いただいて、どっかに入るわけ、これが。はい、そういうことです。そういうことですね。あ、こういう番組なんだ、じゃあ今度の水曜日にもらおうっていう番宣をやったわけです。番宣ですね、はい、そういうことなんだ、ね、だからお礼に番宣のポスターを。なるほど、そういうことだね。こういうことです。じゃあ太田さん、はい、こういうポスターを作りましたので。こんなの作ったんですか？はい、これです。いや、かっこいいじゃないですか、なかなか、ね、前衛的で。これ、なんか有名な人が。え、有名な人だよ。これ有名じゃない。無名な人は無名な人に書きます。あの、我々だって番組だってまだ無名なわけですから。まだまだ無名なやつに頼むしかないんですよ。東海町のド定番、なぜそこまで愛されるの、ということで、つまり1時間とか2時間で1つのテーマにめちゃくちゃ深掘りする。そういうことですね。だから今回も、1回目はヤバトン270時間取材です。これはすごいですね。すごいですよね。嫌だったんですか？いや、ディレクター一生懸命なんですよ。だから130時間の店、好評だったので、お礼と宣伝のため。じゃあ、買ってもらって。え、買ってもらっちゃっていいの？買っていいですか？お礼も言って。失礼します。あ、まだ開店前。開店前。すみません。見つかっちゃった。今目が落ちちゃった。いや、こんだけいたら分かるでしょ。あ、でも大田ですよ。お世話になりました、この前。ありがとうございました。入っちゃった。よろしいですか？いや、今日もまた来ちゃいました。すみません、ありがとうございます。ね、実はね、うん、そのヤマトの、あ、お父さん、ミシェルさんでやった前回の特番、はい、ご覧になりました？見ました。どうでした？面白かったです。面白かった。あれが大好評だ。大好評、あれが視聴率ドーンだったんで、ゴールデンに。詳しい数字は言いませんよ。詳しい数字は言いませんよ。言わないけどもね。視聴率が良かった。じゃあ、店のおかげ。店のおかげ。ありがとうございました。まずはお礼を。まずは、本当にありがとうございました。あれからお忙しになった。ね、はい。もともと忙しいからね。もともと忙しいよ。えらいことになりました。えらいことになりました。ね、本当に、はい。僕だって名古屋駅の店だって大行列だったんですよ、あの後。ここも行列？行列です。いや、東京から来てましたから、うん、行列が。東海道。最高峰、東京にありました。うわ、400キロ。朝だよ、朝だ。朝だ。何に並んでるんですか？店です。言ってました。ね、本当にね。まあ、大変です。じゃあ、番宣ポスター。早速話して。サンデッチマンみたいにね。どっかに貼ってくださいよ。どうですか？どうですか？なんか目立つところ。なんか、じゃあこの甘党男子。甘党男子ワンマンライブ。まだ10月のライブなんでやめてあげて。甘党男子10月なんで。お願いしますね。どっか空いてるんですか？はい。ありますか？ここは一番どうぞ。あ、いいじゃないですか。レジで絶対お客様が。これもいいですね。いいですか？はい。お嬉しい。あら、ついてるのタモリさんのポジションだ。これ貼っといて。じゃあちょっと。貼っといて。貼っといて。タモさん、こんなタモさん。大変だよ。あります。お、嬉しい嬉しい。ありがたいね。でもね。ここはだって一番宣伝効果あるんじゃない、石君。いや、本当だってもう絶対通りますから。絶対通る。絶対通る。で、あ、こんな始まるんだ。こういうことですよね。これ大事です。もしかしたら多く払ってくれるかもしれない。じゃあ私だって石井にとか言ってそういうことでね、やって、はい、あ、どうお世話になりました。店長さん、どうも。店長大丈夫ですか？あの、料理長。あれ、料理長でもなんでもない。ただのバイト、ただのバイト。バイトないですよね、年齢的に。そんなわけない。ありがとうございます。じゃあ店長、店長自ら。
やった。本当でしょうね。10月18日これ普通のクルーがいなくなった瞬間剥がすんじゃないなんかそんな気がするんだけど、いやいや、ここにいいですか。いや、下もじゃあ、もしかもここだったらいいですか。あ、いいです。本当に逆にいいんですか、本当に。みんなここ大丈夫。あ、大丈夫なの。嬉しい、蹴られちゃうかも。蹴られちゃう。それは悪意があるでしょ、蹴るやつはどう考えても相当嫌われてるってことだよ。本当に店のおかげなんですよ、この番組ができるのは。店様々だから。めちゃくちゃ最終回にも来ますからもうすでに終わりを考えて今日で終わりましたって言ってね。でこれをこう我々が話して、ああいいですね、最後桃江ちゃんみたいな、ああ3年後の知らずに3年ぐらい3年ぐらいやる気がある、ね、うん、当面はね。そうですね、よし、これでこれはいいじゃないですか。今新番組のポスターがこの辛口の店にね、ね、辛口のジララバが辛口なんですか、これは。辛口ですよ。どうですか。お、いい、よし、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、あのお会見の時に、はい、ちょっと下のポスター見てくださいみたいな、ちょっと一言添えてもらうと、そうですね、こちらもよろしくね、うち業務提携してるから、ね、ぜひぜひ。ありがとうございました。どうもありがとうございました。また前のお忙しい、すいませんでした。